鏡を押しながら、なんかまた斉藤くんがなんかいや倒せたりとかするのかな。あ、聞いてる方ね。あ、そうです。また教えてるのか。教えてない。でも鏡似合います。なんかこれあるか、将来あるか。でもレスリングはとりあえず次はパリ。そうですね、パリ目指して、はい、でその後はまだ分かんないですね。そうですね、ゆくゆく総合格闘技転向なんてね。分かんないですね。でもなんかもしさ、レスリングを引退するっていう決めた日があったとしたら、多分絶対ライジの社長は一目散にオファーすると思う。すごいお金、大金を積んで。でも見たいっすけどね。レスリング選手から多いですからね。多いですよね、最近ね。本当に山本美優さんとかね、私の選手もそうだし、やっぱね、レスリング出身の選手は強いんですよ。あ、そうなんですか。そう、総合格闘技においてレスリング力ってすごく大事なんで、やっぱいいですか、お願いします。挑んじゃって見せてください。はい、お願いします。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 いきます。早っ。おお、早っ。こんな早い。負けましたね。強かった。すごいな、マジで早い。今まで練習とか試合含めてぶっちぎりで速さ、タックルのスピード、すごっ。やばいっす、なんかもう女の子の力じゃない。確かに。すごいっすね。強かったんです。強かったですか。やられましたね。体感しましたね。いや、まあ金メダルには勝てないですね。さすがに。すごいな、マジで。楽しかった。すごいですね。だってこれ女子選手で耐えられるんですか、タックル。俺でもかなりしんどい。片足取られてたもんね、もう。片足の時顔真っ赤になってた。あれ鏡なかったら多分。ああ、そのままね。やられてました。コツ教えてもらってもいいですか。あ、コツ。須崎さんといえば、あのアンクル得意じゃないですか。はい、あれって耐えられないもんなんですか。耐えてくるんですけど、どの耐え方にも対応ができるようになってきたので。ちょっとやってもらっていいですか。あ、はい。やばいぞ、あれ貴重だぞ。ちょっと腹輪になってもらって、はい、はい、っていう状態ですか。はい、もう普通にそこで、はい、で結構相手守ってきたり、はい、こういう感じで守ってますよ、大体。はい、はい、そうですね。あと尻上げてきたりとか、はい、そうですね、それで守りますね。はいはい、じゃあ行きます。あ、これは無理だ。あ、なるほどなるほど。耐えれないんだ。耐えれないね。なんか耐えれそうな気がするんだけど。いや、大森さんも食らっていいよ。ひっくり返されないように耐えるってこと。そうです。ちょっとやってみて。ちょっと我慢してみ、はい、すごいよ、すごい。いきます。はい。おおあれさ、嬉しそう。めちゃめちゃ嬉しそう。いや、すごいね、これ。え、てパワーどうなってんの。やば、車に引きつられてるかと思った。やり方教えてもらいたいよ。あ、やり方教えてもらいたい。だからね、総合格闘技ではあんま使いたい。そうですよね。だけどなんか知りたいよ、ちょっと。これ、ここでバックするんですか。斉藤君、耐えてよ。はい。あ、クロスにさせるんですか。はい、はい。うわっ、怖い怖い。もう回転していけ
ば回転していくほどどんどん決まっていくので、こうしたらこういう感じで通して、あ、なるほど、はい、そしたらもうこれで、あ、そのまま、はい、あ、そう、それで、で、ここ取って、あ、なるほど、なるほど、あ、そうですね、はい、で、でも横に回転、うわー、あ、うまい、うまい、うまい、大変、あ、なるほど、面白い。こうやってたら目回るんだから、めちゃめちゃ目回る、目回んないぞこれ、目回りますね、ちょっと待って、めっちゃ目回る、めちゃ目回るこれ想像で使われるかもしれない両方目回った状態でお互い立ち上がったらさぐるぐるバッタイ目ぐるぐるバッタイ対決みたいな、いやマジでいい体験になりました、本当にいい体験になりました、うん。